塩。スープはこういう感じですね。鶏のコラーゲンたっぷりな感じです。で、玉ねぎとネギとメンマがあります。で、あとはつみれが入っています。で、このチャーシューの色がまたいいですよね。で、麺の形がちょっと出しますか。麺がこういう感じの麺。よいしょ。おー。細麺ですかね、これはね。細麺でございます。はい、ということでまずはスープからいただきますか。スープをいただきます。このドローっとしてるのが、まあ、チーパイタン、鶏パイタンですねの塩ベースということにはなっています。ちなみに向こうは鶏そばというものを食べております。これは鶏とカツオだし、鶏とカツオだしだそうです。鶏とカツオだしで、私のは塩ですね。醤油の方も、濃厚の醤油の方もありますが、私は塩にしました。ではいただきます。うん、あのチーパイタン、鶏パイタンが好きな人は好きだと思います。鶏の香りとかね、コラーゲンたっぷりそうなトロントロンな感じにはなっております。でこのね、玉ねぎも生のシャキシャキな感じとかメンマがあったりとかします。私はこれが好きでね、時々食べています。で、このね、鶏チャーシューみたいな感じになっているこの鶏も美味しいんですよ。ちょっと麺の前にこれいきますね、すいません。うん、うまいです。じゃあ最後に麺をいきたいと思います。麺です。よいしょ。美味しいですね。はい、以上、もしよろしければグッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録まだの方ね、ぜひよろしくお願いします。それでは食べ始めたいと思います。さようなら。取って出しですいません。